皆さんこんにちは、サリーです。いや暑いですね。夏が来てしまいました。で、私の YouTube チャンネル何回か日本用のボードをレビューしますって言ってこんな時期になってしまいました。本当にすみませんでした。ハワイのボードの紹介でも言ってあるんですけど、今回テールの形状の異なる2本のボードを作ったんですね。バットテール、アデセントテール。私基本的に日本では基本的にバットテールをずっと使用してたんですね。ただ、ちょっと新しい試みとして今回初めて日本用ボードにクレセントテールを採用してみました。もうここ3、4ヶ月ぐらいずっとこの2本のボードを乗り比べてみたんですけど、かなりね乗り心地が違うんですよ。あれっしょ、そんなカネッショテールの形状なんてって思ってたんですけど、もうかなり乗り心地が違うので、今日は乗り比べてみて私が感じた感想をちょっと今日お話ししたいと思います。では行こう。まずはそもそもテールの違いについて軽く説明していきたいんですけど、こっちのバットテールはプライドボディーボードのクイーンハイバット、私がちょっと監修させて作っていただいたモデルになります。バットテールっていうのはコウモリみたいにこう波打った形状をしてるんですね。要はこう真ん中が出っ張っていて、テールにかなり浮力が生まれる形状のボードなんですね。テールに浮力があるので体勢が不安定なスピンの練習にすごく向いてると基本的には言われています。で、基本的に日本は波が小さくてパワーの弱い波が多いので、テールに浮力があってスピードが生まれやすい、バットテールを私は日本で使っています。で、お次はこのクレセントテール。こっちはプライドボディーボードのカスタムオーダーなので、基本的にもう全部私仕様になってます。クイーンハイバットとはちょっとスペックが異なるんですけど、特にテールの形状が違います。で、クレセントテールはバットテールと違ってこう真ん中の出っ張りがないんですね。で、アーチ状になっていて、バットテールとは違ってテールに浮力をあまり感じません。両端がこう飛び出ていることによってレールの反応がかなりいいんですね。なのでレールを入れる、レールを抜くっていう行為に対してボードのレスポンスがかなりいいです。なので基本的には大きい波、掘れてる波ですごく力を発揮するテールの形状なんです。なので基本的には日本で使うっていうよりは今まではずっと海外で使ってました。で、今回乗ってみた感想をいろいろこう感じることはあったんですけど、3つのトピックに関してお話ししていこうと思います。まずはテイクオフなんですけど、で、私テイクオフなんですけど最近テールを波に引っ掛けて波に乗ることがすごく多くて、なんかそっちの方がねテイクオフがしやすくて、その後の加速がねしやすいんですよ。バットテールはやっぱり浮力があるんで、その引っ掛けた後にボードがすごく走りやすいなっていう風に感じました。で、クレセントテールはテールに浮力がない分飛び出しというか板の走り出しがちょっと弱いかなっていう風に感じます。まあ、ただだからといってこうテイクオフが遅れるっていうことは全然なくて、ちょっと自分で頑張って工夫して乗るのが必要だなっていうふうに思いました。で、2つ目がレールワーク。これに関してはかなり大きかったです。バットテールのレールワークは小さい波、力の弱い波、パワーの弱い波で、大きい波、掘れてる波、どの波でも力を発揮してくれるオールラウンダーなボードなんだな、テールなんだなっていうふうに改めて感じました。特にやっぱり浮力があるんで、ちっちゃい波とかパワーの弱い波で走ってくれる。で、走ってくれるっていうことはレールを入れやすくなるので、そういう部分でちっちゃい波、パワーの弱い波、ダラダラな波ではもう全然バットテールの方がレールワークしやすかったです。まあ個人的に最近すごく ARS の練習をしているので、 ARS したいなってぐらい鋭いレールの切り替えをしたいって時にちょっとだけ反応が遅れるというか、こう抜ける速度が遅いなっていう風には感じました。まあでも基本的に日本ではどの波でもいいレールワークできました。で、クレセントテールなんですけど、やっぱりね掘れてる波とか大きい波ではかなりレスポンスが良くて、まあもうスピードが勝手に出る波なので、それをどういかにスピードをコントロールするかっていう部分に関してはもう操作性はピカイチ
て、特にやっぱりエルロロとか ARS に向かう時のレールを抜くっていう動作、私は結構レールをこう鋭く抜いて上に飛び出すのをすごく早くしたいタイプなので、バットテールよりはアーチテール、クレセントテールの方がその部分に関しては私は好きです。ただちっちゃい波とかパワーのない波ではもうあんまりやっぱりこうちょっと走ってくれないというか、スピードがちょっと出にくいので、そういう波ではかなりレールワークはしにくかったですね。まあ外国人選手はまあ基本的に外国の波はすごく大きくてパワーがあるので、基本的にみんなこっちのクレセントテールを使うんですけど、小波だと外国人の選手でもバットテールを使うそうです。で最後3つ目、スピンについてなんですけど、やっぱりバットテールすっごいすごいスピンしやすかったです。スピンを練習中の方はね、わかると思うんですけど、スピンってかなり体勢が不安定になるじゃないですか。乗り込んで体をコンパクトにして、かつこう胸を上げなきゃいけない、その体勢を自分の力でもキープしつつ、テールとかまあ浮力があるので、それをすごい助けてくれるなって思って、インスタグラムでも上げてるんですけど、もうずっとスピンできちゃいますまあだからもうスピンに関してはバットテール使うのが正解かなって思います。でクレセントテール、やっぱりちょっと浮力がないので、ちょっと自分が頑張って回る、回転する、比率がちょっと高くなるかなっていうふうに思います。別にスピンが完全にできなくなるっていうのはなかったんですけど、ただ例えばこうボトムターンからトップでスピンとか、深くレールを入れてからレールを切り返してリバーススピンみたいなテクニカルなスピンに関してはバットテールよりもクレセントテールの方が鋭くできたかなっていうふうに思います。リバーススピンに関してはかなり、クレセントテール反応が良かったです。今回テールの形状の違うボードのレビューをしてみたんですけど、まあボードのスペックがちょっと違うので、そういう面でしやすいしにくいもあるとは思うんですけど、まあこんなにもテールの形状で乗り心地が変わるんだったら、いろんなボードを試してみたいなっていうふうに思いました。で個人的には初心者さんだったりとか、テイクオフの遅い人、そしてスピン練習中の人にはバットテールはかなりおすすめします。すごく助けてくれる部分がすごく大きいので、まだまだ不安が多いよっていう方にはバットテールがかなりいいんじゃないかなって思います。そして大きな波が好きな人、掘れてる波が好きな人、そしてエルロロ ARS 練習中、プラスチューブが好きな人にはやっぱりレールワークのしやすいクレセントテールがかなりおすすめです。そこまでレベルの高いことをしてるっていうことは、スピンだったりとかテイクオフもわりかしこう適度にやれる方だと思うので、テールが変わったからってそれができなくなるっていうことはなくなると思うんですよね。なのでそういう面でも次のレベルに行きたい方にはちょっとクレセントテール乗ってみてもいいかもしれません。てな感じでこの2本のボードのレビュー終わりたいと思います。まあこんなにね違うなんて想像もしてなかったんですけど、まあ、新しい発見がすごくあって、やっぱり自分 こういうのが好きだな、ああいうのがいいな、これはこうがいいなっていうのをいろいろ発見できたので、すごくいい時間でした。今年の日本ツアーではこのボードどっち乗るかは波のコンディションで決めたいと思いますなので試合の応援よろしくお願いします。 Facebook、Twitter、Instagram もやってるので、よければフォローしてください。プライベートレッスン、オンラインレッスンも受け付けてるので、公式LINE、アットマークサリオオハラでお申し込みお待ちしてます。ではバイバーイ。